どうもどうも、佐藤太一です。どうもどうもどうも。今回もザ・ソーラー武道館 TV 始まりました。今回はですね、とてもラブ&ピースな2人って書いてあるけど、まあ、友達のラブサイケデリコのお二人です。久美ちゃんと直樹。どうもどうも。どうもどうも。今回はちょっとよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ソーラー武道館。やっと実現するね。しますね。いや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 。いや、成功させたいね。いや、成功させたいね、うん、そもそもどうして思いついたの？ありがとう、うん、ソーラーでやろうっていうのそもそもでも何やろ、だもともと、うん、その俺武道館やったことないから、うん、やんないと死ねねえなっていう話をその2010年あたりのツアーでやってたのね、うん、シアターブロックのメンバーと、うん、でそこに地震来るじゃない、うん、で一応その実行委員会はこう、うん、一時停止するんだけど、うんでもこう、まあ、しばらくしてさ、まあ、2ヶ月とか3ヶ月とか経ったぐらいでこれでも武道館、まあ、地震来たからって武道館の夢を取り下げるっつうのも別にそんなことしなくていいだろう、うん、でもやっぱこれ状況はやっぱ3.11で全然変わったわけじゃん、バキンと、うん、だから全く従来と同じ考え方で武道館やるのも違うだろうと思って、うん、で電気全部ソーラーでやればいいんじゃんとか思って割とザクッとねザクッ全部電気ソーラーでやればいいんだよ、うん、みたいな、うん、ほんでバーンって言っちゃってマネージャーもいいっすねいいっすねそれいいんじゃないですかみたいな感じだったからこの間ね先々週かな代々木でやってみて、うん、PA は、普通のジェネレーターで、で、うん、楽器電源、うんを、蓄電池でやってみた、うん、それは持ち込んでって持ち込んで、うん、でしたらそのやっぱ電源2系統になるじゃん、うん、そうなるとギアにノイズが乗るのよああそうそうアンプにそれやってみて分かんないギアって分かんないあギターアンプね2系統にするとでだから、うん、そのあそうかモニターの方からの系統と、うん、そうの系統が違うと、うん、モニターの電源のノイズが多分干渉したんだろうね。ね、だからやってみて分かったんだけど、うん、だからやっぱその PA とその楽器電源っていうのはやっぱ一系統じゃないといけないとかいろいろやっぱさ、ねうん、そういうのが、うん、そういうのやってみないとやっぱ分かんないじゃん、うん、スタジオとかもそうじゃんスタジオを作る時も俺たちそうだったんだけど、うん、こう電気の配線をどう通すかとか、はいはいはい、こことここは同じ系統とか、うん、で生活用電源のことでスタジオでは雑コンってでそれと楽器用の電源って分かれてて、うん、それがちゃんとこうねシールドされてて、うん、ノイズが干渉しないようにしないと、しないと実は水みたいなもんなんだよね電源ってね、そうだね、そうだね、すぐ汚れちゃうし、うん、似てるよね、うん、実は性質が、そうだから結局PA とステージは蓄電池、うん、で照明はバイオディーゼル、うん、でメインのスピーカーはメインってフロントスピーカーとかフロントメインのスピーカー、うん、スピーカーはグリーン証書でグリーン証書ってね国が発行してるやつがあるんだけど、うん、その今回これで使う分はここのソーラーパネル基地でどんだけ分ですっていう照明を出してくれるの、うん、買うってこと買うってこと、うんうんっていうそのスピーカーで、賄ったスピーカーっていう感じに、うん、これ絶対だからさ、うん、いいプレーができたらさ、うん、第2回第3回ってあるよねあるよね頑張ろうそこは頑張ろう、まあ、とりあえずそこは頑張ろうよ私たちにかかってるそうそう我々ミュージシャンがさいいライブをやればそうだねそうこれ電気つくじゃんってそっちに感動してみんな帰っちゃったらってさ内容でやっぱね我々はやっぱ内容が重視じゃんそうだね内容2曲さやるとさ、うん、先輩方もいっぱいいるから、うん俺たちの、うん曲から、うん、なんとなくつないでまとめる、セッションで、うん
あのニール・ヤングなんかに入ってたら、いいっすね、ね、あのいいっすね、先輩方は1曲だと思ってくれるんじゃないかな。そうだね、うんうん、あ、じゃあまとめて、まあ、7、8分ぐらい、はいはい、ぐらい、そういう感じでね、あの、まあ、なんか個々の曲を リハーサルでさ、ちゃんとチェックして、うん、あのそのデリコの曲と、うん、そのこれから選ぶカバーの曲、うん、でその間のセッションは、うん、あの当日任せぐらいな感じに、うん、感じに、いいじゃんいいじゃん、いやちゃんと練習するけど、練習しよう練習しよう、あんま難しい決めとかなしにしようそんな難しいのいかないもんね、うん、そうだね、あの、うん、3人共通するのはニール・ヤングだから、ニール・ヤングというのはあの曲をやるのがいいんじゃないでしょうか、そうですよね、替え歌にしてもいいよ、それではせーの OK カモン、ダソラ武道館。